はい、皆さん、こんばんは。今日は5月の、24日、金曜日、ボギーチャンネル、私主催の、ボギーテドコンでございます。今日音声の方はちゃんと入ってますかね。はい、こういうふうに時間通り始めた時に限って、まあ、音声がちょっとね調子悪かったりするんですけど、バッチリであればそのまま行きたいと思います。さて、まあ、私の格好を見てわかるように、夏というね格好をしております。夏でございます。いやしかし、はい、もう今日も沖縄地方30度を超える、まあ、暑い一日。ただ本土の方と違うのは、あの気温が暑いわけじゃないんですよね。まあ、実はあの気温が30度あっても海風が吹いてるもんですから、これが結構涼しい。またこの太陽の当たらない木陰に行きますとすんごい涼しいんですよ。本当に扇風機だけで行けるぐらい涼しい感じで、まさに日向と日陰の温度差っていうのがすごいある。まあ、つまりこれが何かと言いますと、それだけ沖縄の日差しは強いという感じでございまして、まあ例えるであれば、あのケンタッキーフライドチキンの保温ランプ、はい、あのチキンを焼いた後にあったかいままにしておく、あの熱いランプがありますが、まあ、それに一日中、まあ、照らされてるっていう感じといえばよろしいですかね。はい、どうも佐紀店長ありがとうございます。福島はまだ23度ということで涼しいんですね。あ、カンタさん、シンマンさん、カナタさん、こんばんは、んこでございます。それからジャパン2609さん、さくらチェリーブラサムさん、はい、南川内の橋子さんもお見えでございます。札幌も暑いぜとは、フルスタインさん、札幌暑いんですね。はい、チビーヌさんに、それからリルリユキトさん、クジラさん、どうもこんばんは、んこ。ハラホロヒレハルさんに、カナさん、ミントさんからは、ニラ玉、はい、モアピの運び屋さんもお見えになっておりますね。はい、おやすせんたいダジャレンジャーさん、チビヌさん、今夜もよろしくお願い申し上げますということで、今日はちょっと真夏の南の島の雰囲気をね、ちょっとまず皆様に味わっていただきたいなと思いますが、さあどうでしょうか。はい、小さな湾の真ん中にある、ね、島に伸びるまっすぐに伸びた桟橋、はい、今じゃ人もここから渡ることはないんですけど、本当に島に向かって一直線、まあ、この間がね約そうですね30メーターぐらいあるんですけど、一番深いところで水深が約4メートル、泳いでねすぐスーッと行けるところでございまして、まあ、地元の若者とかアメリカ人がこの島に渡って、島に登って海にダイビングするというね、ダイブするという、はい、そういったことをやってる場所でございます。まあ、海の透明感を見ていただければなんとなくわかるかなと思います。はい、それからカルガモさんもお見えでございます。塩サバさん、どうもこんばんは、ここでございます。はい、ふみふみさん、そうですね、浮かびながら釣りをしたくなるっていうことで、ふみふみさんももしかするとぷかぷかさんに憧れてたりするかもしれないですよね。まあこのような感じで今日はとにかく暑い一日。はい、こんな感じ。いや暑いんですよ。これが沖縄の、お昼過ぎの日差し、一番暑い時の日差しなんですけど、あのこのテーブルの上にろうそくを置いてると溶けちゃうぐらい本当に暑い感じ、なんとなく暑さが伝わりますかね。はい、このレストラン最近リニューアルされて、こういったオブジェも置かれております。はい、次の写真、まあ、こういったね海のすぐ近くで、まあ、テーブルと椅子が準備されておりまして、海を見ながら食事ができるという、本当に南の島そのものという感じで、そうですね、あのカナタさん、太陽の明るさが伝わってきますということで、あの私たちは暑いんですけど、どうもアメリカ人は暑くないみたいで、はい、思いっきりエンジョイしておりました。本当に暑くないのかな。それともう少しねしますと、こういったものが活
用されます。これ何かと言いますと、あのバーベキューの釜でございまして、まあ、ここで肉を焼いてですね、あのそれをそのまま、はい、テーブルに運ぶという感じでございまして、こういう雲一つない日に、ここで肉を焼いてね、みんなで食べると本当に最高じゃないかというふうに思っておりますが、今日は本当に雲もない真っ青な空が広がっておりまして、波も静かで、そして海は透明で、あのちょっと見てわかると思いますけど、本当にグラデーションの素敵な海だったんですよね。そうですね、カーターさん、この夏来た時にあのプライベートで海でバーベキューしましょうね。道具全部揃ってますんで、はい、まあ、こんな感じの南の島、はい、そして私もさりげなく風景に溶け込んでおります。もう これだけ見るとね、お前本当に沖縄にいるんかと言いたくなるような感じでございますが、はい、右を見ても左を見てもアメリカ人ばかりというのが、まあ、この場所でございまして、あまり詳しくは申し上げられませんけど、非常にいい場所でございますよ。はい、いやしかしこの何でしょうかね、この右下に映ってる怪しい雰囲気の方は、そうですね、右下のゲルドが400ということでございまして、アメリカ人もなんかねうさんくさいのがいるなっていう感じで見ていたんですけど、私はニコニコして手振ってたんですけどね。まあ今日も泳ぐ人がたくさんおりまして、本当にいい感じの、南の島でございました。さて今日のお話はこれについてお話をね、させていただきたいと思います。ギレツ空挺隊、はい、ギレツ空挺隊ですね。このギレツ空挺隊というのは皆さんご存知の通り、熊本の県軍の方で編成され、1945年5月24日の、午後6時半、まあ、沖縄に向け、12機の、はい、陸軍の、はい、陸上攻撃機が飛び立って、再び帰らぬ特攻作戦に従事した部隊のことでございます。あ、英吉さんどうもこんばんは、んこでございます。はい、このギレツ空挺隊、まあ、写真の方はね皆さん結構ご覧になったことがあると思いますけど、いわゆる陸軍のね、エリート部隊、落下傘部隊なんですよね。まさにこの空挺部隊っていうのは、部隊の中でもえりすぐりの本当に強烈なね、戦力を保持した部隊でございまして、当時、まあ、沖縄は、4月1日に、まあ、沖縄本島に米軍が上陸をしまして、激しい戦いが行われている頃、ちょうどね、5月24日近辺は、米軍が浦添を突破し、首里に迫っている頃でございまして、このね、日本軍が、首里をどうにか持ちこたえようと必死になって戦っている頃なんですよね。そうです、佐紀店長、空の新兵、まさにね、神と新兵と言われるほどのね素晴らしい、兵士の皆さんだったということでございます。さてその兵士の方々が、この沖縄に行くことになったっていうのもいろいろ経緯がございます。もともとはね、このギレツ空挺隊、ウルシーとか、はい、硫黄島の方に、降下し、戦いに参加する予定であったんですが、そういった予定がどん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 中止になり、この沖縄本島に米軍が上陸し、まあ、日本軍が苦戦をしていると、そういった中で空挺攻撃でこの米軍の飛行場を破壊し、地上で戦っている、仲間たちの後方支援をということでございまして、この飛行場に、はい、着陸ではなく、ね、胴体着陸をし、そこで破壊活動をして生き残れば、まあ、海の方にですね、行ってそこでまた集積物資などを破壊しろというね、徹底的に米軍に対して損害を与えることを目的としたまさにエリート部隊だったわけです。中心で、はい、サーベルを掲げて、
おられる方が奥山、はい、奥山隊長でございます。はい、そうですね、カータンさん、まさに日本陸軍のね、虎の子と言っても過言ではない、すごい優秀な兵士たちの集団が、この義烈空挺隊でございました。さて、この義烈空挺隊、この沖縄に、ね、二度と戻らぬ攻撃をということで決定をされ、1945年の5月24日午後6時半沖縄に向け飛び立ちます。その前のいわゆる決別の儀の時の、まあ、写真がいくつも残っているんですが、まあ、基地の高官から、別れの杯をね、いただく奥山隊長、そして兵士の方々が、まあ、写っております。そして、この後ですね、兵士の方々は、皇居遥拝、はい、皇居に向かって深々と、遥拝をした後、今度はこのような行動をとっております。普通は遥拝と言いますと、みんなが同じ方向を向いて頭を垂れるんですが、これを見てわかるように皆さん、兵士の方々が一人一人向きが違いますよね。これ実はなぜ向きが違うかというと、皇居遥拝の後ですね、なんとこの兵士おのおののふるさとに向かってですね、はい、おのおののふるさとに向かってこうして、深々と遥拝をしております。まあ、その胸中に、移ったのは、故郷のご両親やね、妻や子供、そして、最後まで添い遂げられなかった大切な人の姿、はい、そして生まれ育ったね、山河の光景などが、まあ、脳裏をよぎったと思いますけど、まあ、これを見てわかるように、二度とふるさとには戻れないというね、その思いをこの写真からやっぱり感じます。そうです、ラプテンさん、二度と故郷へ帰れない覚悟の現れ、まさにその通りなんですよね。ですから最後の別れを、その自分の故郷に向かって、遥拝、頭を垂れることで、まあ、示したということでございまして、まあ、この後、空挺隊員の方々は、この輸送機、まあ、これはもともとは爆撃機なんですけどね、これにこうして乗り込んでいきます。ちょうどこの日の丸のところにドアがついてるんですけど、1機あたりだいたい11名から13名ぐらいの空挺隊員の方々が乗り込みまして、確か13機でしたかね、はい、それに約130名近くの、空挺隊員が乗り込みまして、一路沖縄を目指し、離陸することになります。その離陸する直前、奥山隊員のこの笑顔、基地に、ね、向かう方の、ね、悲壮感なんて何にも感じないんですよ。もう二度とこの県軍の飛行場に戻ってこれないっていうのは分かってて、どうしてこんな笑顔になれるのかなってね、まさに自分たちの命を手段に変えて沖縄を、そして日本を、そして大切な人を守る、これ以上の誉れがあるものかというね、そういった高揚心、そして国のために死ねるというね、そういった思いからこういった笑顔になったんじゃないかというふうにね、私は思っております。本当にこの笑顔を見ると毎回毎回ね、涙がね、溢れてきます。そしてこの後、まあ、
切れつく兵隊は、まあ、離陸をし、まあ、沖縄に向かうことになります。まあ、当時としては結構大きな、ね、総発の、はい、爆撃機なんですけど、これに1機あたり兵士が12名か13名乗って、それも空挺隊員ですんでフル装備で、ね、乗っております。そして県軍飛行場を、飛び立ち一路南下し沖縄に向かいます。まあ、当時の航空機ですから、今じゃね、あの熊本から沖縄まで1時間ちょっとぐらいで来れますが、当時の航空機の速度っていうのはせいぜい400-230キロ、まあ、時間にしてだいたい2時間半はもう確実にかかる計算でありまして、予定では22時、はい、22時午後10時に、沖縄に、まあ、到着という計算になってたようですね。ちょうど私が今放送している21時16分、まあ、この頃はそうですね、飛行機の速度から考えますとちょうど今頃、奄美大島の上あたりではないですかね。奄美大島のところを低空飛行で、あの一路南を目指して、はい、もう暗い中をね飛んでる頃だと、思います。さて、まあ、当時の沖縄なんですけど、どういう状況だったかと言いますと、1945年の5月24日は、まあ、沖縄地方あちらこちらで、まあね、このような大雨が降りまして、はい、もう洪水のような状態になってる、はい、時ですね。これがその1945年の5月24日の、風景でございます。まあ、こういった雨の中でも、まあ、米軍は、攻撃の手を緩めることはありません。はい、これはその日に、ドラム缶や、ね、物資を運んでいる米兵の姿なんですけど、雨だからといって、ね、手を緩めることはなかったんですよね。これ沖縄公文書館の写真なんですけど、浦添を、ね、突破し、首里へ、ね、向かっている、まあ、米軍の姿なんですけど、まあ、浦添のこの前田高地、主が白草立地ですね、まあ、そこを、抜いてですね、日本軍の司令部がある首里にひたひたと迫る、米軍、これは米軍の砲撃が日本軍の陣地に着弾しているかどうかを観測をしているところだということでございまして、この時はまだね、日本軍の組織的抵抗というのは残っている頃でございます。だからこそ、我が国は、儀列空挺隊を、沖縄に送り込み起死回生の反撃をと、目論んだわけなんですよね。さて、儀列空挺隊が、まあ、沖縄に到着した、時間というのは、20時11分ごろ、はい、10時過ぎです。この航空機はどの方から来たかといいますと、まあ、米軍の、資料によりますと、このように、伊江島の方向から、一直線に、この読谷飛行場にですね、突入をしてきております。飛び立った時は確か12機だったのが、沖縄に到着したのは5機のみ。その5機がこの赤い線をね、たどって、まあ、読谷飛行場の方に突入を開始しました。はい、これは、この奥山隊長機の方から無電でですね、連絡が行っております。しかしこの無電連絡はこれを最後に、あとはありません。まあ、このように伊江島の方向から、まあ、一直線に、まあ、突入してきた儀列空挺隊、まあ、当然ながら米軍はこれに対して反撃をします。これが当時の、読谷飛行場の、対空砲火の様子なんですけど、このね、光ってるのは栄光弾というんですよね。弾がどこに飛んでるか分かるように、弾の後ろに、発煙筒みたいなのがついててですね、
その玉の行き先が見えるようになっている。すべての玉がこれではなくて、5発に1発とかね、10発に1発とか言って入ってるんですよ。はい。ですから実際の玉の数っていうのはこれの5倍10倍が空に向かって、まあ、吹き上げられたということでございまして、もうね、何かで引っかいたようなように見えるんですけど、これはもうすべてこの儀列空挺体が突っ込んでくる、はい、突入してくることを察知し、それを迎え撃つために米軍が、まあ、打ち上げた、対空砲火の火線、火の線ですね。はい、隙間がないんです。その中をですよ、儀列空挺体は、突入をしてきました。しかしこの猛烈な弾幕の中、次々と撃墜されていくんですよね。はい、これは飛行場に、まあ、到達する前に米軍の対空砲火で撃ち落とされた、はい、儀列空挺体の隊員が乗っていた輸送機ですね。もうお尻の方しか残っていません。当然ながら中に乗っていた方々は、はい、もう天に召されることに、まあ、なります。そして他にもね、いろんな写真が実は残っているんですよ。これもそうですね。これも飛行場に到達する前に、まあ、撃ち落とされた儀列空挺体の航空機なんですけど、まあ、左側の松の木のところに残ってる破片に、日の丸のねマークが少しだけ見えますが、もう粉々になっていまして、もう何が何だかわからない状態ですね。まあ、突入ですから、そんな高い高度ではなかったと思いますけど、しかし米軍の猛烈な河川に捉えられ、こうして次々と、儀列空挺体の輸送機は撃ち落とされていきます。これもそうですね。前の部分はどこに行ったんだろうというのは私とっても思うんですよ。後ろがこんなにね、結構きれいに残ってるのに、前の部分はと。当然ながらこの後ろの部分にも前にも多くの兵士が乗っていたことをね、思うと胸が締め付けられる、そんな思いがします。そして突入した5機のうち、まあ、4機がまあ撃ち落とされているんですが、その中で、当初の予定通り読谷飛行場に胴体着陸をしたのは1機のみ、残りは途中で、米軍の対空砲火に捉えられ、撃墜されておりますが、それはその対空砲火で飛行場内に、墜落をした、儀列空挺体の航空機の残骸ですね。翌日こうして米軍が調査をしているんですが、はい、ご遺体のようなものもちょっと見えるんですけど、いかにねこの対空砲火激烈だったかということでございまして、まあ、次の写真ちょっとね皆さんにお見せするのはちょっとどうかと思いましたけど、日本をね、そして沖縄を守るために二度と故郷に戻らない覚悟を持ってね飛び立った兵士にね、敬意を表し、はい、これがもう歴史の事実だということでお見せします。はい、これは飛行場の中に墜落をした、儀列空挺体の、隊員のお姿でございます。本当はこういった写真いっぱい残ってると思うんですけどね、本当にもうどんな思いで目を
閉じてったのか、本当に感謝しかないですよ。そして一機だけがこの読谷飛行場の中に胴体着陸をしてます。本当に綺麗な状態でね、胴体着陸してるんですよ。左側のエンジンは、ね、外れて吹き飛んでますけど、右側のエンジン、プロペラが皆さん曲がってるの分かりますよね。もう胴体着陸する寸前までプロペラが回ってたということなんですよね。そして空挺隊員は前の方から横の方から飛行場の中に飛び出しまして、そこに止まって駐機されていた米軍の爆撃機や戦闘機、そして集積してあったガソリンなどを火を放って破壊します。ドラム缶にしてね、600本分のガソリンを炎上させ、そして多くのね爆撃機をこのように炎上させております。これは B-17 というね、米軍の4発の大きな爆撃機だと思いますけど、それもこのような形で破壊し、これ戦闘機でも落とすのは大変な飛行機なんですけどね、地上に降りてこうして破壊してるんですよ、命を懸けてね。まあ、当然その破壊するにしても敵のど真ん中ですから、あちらこちらからね弾は飛んでくるんです。今英吉さんからこの機のパイロットは被弾しながらも着陸を成功させたと、ね、昔の日本人ってそういうもんなんですよ。だって自分の操縦にね、みんなの命がかかってるんです、ね、自分が被弾しようがね、心臓を打ち抜かれようが、何が何でも、もう着陸してみせると、途中で懺悔していった仲間の思いをね無駄にするわけにいかないということで、必死の思いで着陸をし、そして絶命したんだと思われます。はい、これは飛行場の中の様子ですね。玉砕されました隊員の方々の亡骸がいくつも映っています。1日前には県軍の方でね笑顔を見せてた若者たちが、翌日にはこのように敵地の飛行場の中で倒れていった。これが捨て石って言えるんですかね。二度と故郷に戻らない覚悟を持って沖縄にこうして来ていただいた方々がいるのに、沖縄は捨て石だったとそれでも言えるんですか。胴体着陸に成功した一機の航空機からは8名の儀列空挺隊員が踊りで、そして読谷飛行場をですね、翌日の午前中、機能不全に陥るほどの大戦果を挙げました。そして一人一人米軍の攻撃に倒れていき、翌日まで残っていたのはたった一人の隊員だったんですよね。そのたった一人の隊員も翌日読谷村の残波岬のところに追い詰められ、そこで亡くなっています。それと米軍の資料なんですけど、対空砲火で被弾し火だるまになった儀列空挺隊員の乗った航空機が米軍の対空陣地に突入し、
多くの米兵が亡くなっています。被弾した時に助かろうなんて思ってなかったの。一人でも多くの敵兵を道連れにと米軍の対空陣地に突入した。これもなかなか知られてないことなんですけどね。一人一人が本当に決死の思いを持って沖縄に向かったっていうことがね、こういったことでもわかると思います。こういった人たちによってね、沖縄っていうのは守られたんですよ。そして戦後、有志の方々によって先ほどの胴体着陸をした場所に儀列空挺隊玉砕の地というね、碑が建てられました。はい、有志の方々が建てた。最初は、ね、小さなものだったんですけど、どん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 ね、大きなものに作り変えられていきまして、沖縄の人たちは決してその儀列空挺隊のことを忘れてるわけではなかったんですよね。そしてもともとはね、この儀列空挺隊の玉砕の碑というのはこの場所にありました。真ん中にポツンと碑が見えると思います。実はここ飛行場だったところで、ここに先ほどのね、爆撃機は胴体着陸をしたんですよね。今どうなってるかと言いますと、ここは後ろに見える中学校のグラウンドになっていまして、はい、今では子どもたちがここで野球したり運動会したり、本当に平和な場所になっています。しかしそういったことがあったというモニュメントなどは全くございません。ということで、運動場にするということで、この、玉砕の碑は少し離れた場所に移転をします。それがこの場所なんですよね。もともとあったね、玉砕の地から、数百メートル北の方に離れた、これは大東亜戦争昭和18年に作られた日本軍のコンクリート製の格納庫なんですけど、今ではこの一つだけが残っております。地主さんのね、ご理解とボランティアの方々によってきれいに、はい、草刈りなどもされまして、こうしてね、訪れる人が絶えないっていうね、場所になっておりますが、なぜか沖縄の平和教育の中に儀列空挺隊のお話が挿入されることはありません。なぜなら沖縄の子どもたちに伝えてはならない不都合な真実だから。沖縄県民は常に被害者であったと、被害者であって沖縄捨て石だったっていうことをね、子どもたちに教え込みたい人たちにとっては、儀列空挺隊の存在というのは伝えてはならないことで、ここを訪れる平和学習っていうのは私は一度も見たことはありません。で、私は今日ね、その現地に行ってきました。まあ、行ってとても感じることはね、このように当時のこのコンクリート製の格納庫に機銃弾の跡が残ってるんですよね。まあ、これは重々空襲以前から米軍は沖縄の飛行場を襲撃していますが、その時に格納庫に入っているハヤブサなどを狙ってですね、機銃掃射をしています。それが74年経った今もこうして残っている。コンクリートを打ち抜くぐらいのね、大きな弾痕ですよ。はい、これも 1,2,3,4 つの弾痕が残っています。これ穴の大きさからしてね、13ミリ機銃、人に当たればね、胴体が引きちぎれるぐらいの威力のある機銃、それが雨あられとね、ここに降り注いだということなんですよね。
そして今日はこうしてね、菊の花とそれから、熊本阿蘇のお水、そしてお酒をね手向け、そして線香をね焚いてきました。この下列空挺隊の慰霊碑は馬舟の方にございますが、5月24日本日、空挺隊がねこの懺悔した場所をね訪れて、ぜひ私はもう手合わせたいということでね、今日はい行ってまいりました。まあ、これにね何度も私の友人たちも言ってますが、そういった方々の思いも背負ってね、私手を合わせてきた、まあ、つもりでございます。そしてねこの線香がね燃え尽きるまでその場に、まあ、いたんですが、まあ、最後にコップに入れた酒を、はい、この玉砕の火にかけてですね、車の方に乗り込んだら、なんとね今日不思議なことがありました。私たちがね車に乗って立ち去ろうとしたら、この下列空挺隊玉砕の地を示すこの火のね上に鳥が止まったんですよ。そしてねまるで私たちを見送るようにずっとこの場所に止まっていたんですよね。私昔おばあちゃんから、亡くなった人は蝶や鳥になって帰ってくるからねっていう話を聞きました。ですからお葬式とか墓参りで蝶とか鳥とかね昆虫とかをね殺してはいけないよと、亡くなった人の魂が帰ってきて見ているんだよと言われました。この鳥を見た時にね、私本当にまあ偶然だと思いますけど、なんかね思いが通じたようで涙腺緩みましたよ。本当に今のご英霊の方々が見たらろくでもない日本かもしれないけどね、沖縄かもしれないんだけど、精一杯守りますからっていうね心の中で誓ってまあ帰ってきました。まあここに行くにはね案内板なんか一つもございません。不思議なぐらい案内板ないんですよ。南部戦績に行くとね何々の塔っていう案内板出てますけど、慰霊空挺隊玉砕の地への案内板は国道からも、ね、村道にも何にも出ておりません。もう自分たちでねネットで探していくしかない場所です。それとその慰霊空挺隊玉砕の日はあっても、その慰霊空挺隊に対する説明板というのはないんです。そこにある説明板はこの、昭和18年に日本軍が作った格納庫の説明板と、そして、先の大戦はね、間違いだったと、過ちはどうのこうのというふうに書かれている、読谷村の教育委員会が作った説明板、もうあれを見た時にねこんなことを書く人たちを守るために先人は命をね散らしたんじゃないよなとすごい悲しくなりました。でもねそれ嘆くんじゃなくて、我々自身がやっぱりきちんと歴史をやっぱり伝えていくっていうことをねやっていけばいいかな。沖縄県民のほとんどがこの慰霊空挺隊玉砕の日のことを知りませんね。チビチリガマというねこっちが離れたところにある集団自決があった防空壕のことは知ってても、この慰霊空挺隊玉砕の地については全く知られていない。まあ、ある意図的なものを感じる部分ではありますが、だからこそやっぱり知ってる人たちがきちんと伝えていくっていうことをねやらないといけないなというふうに思います。桜チェリーブラッサムさん、
あの説明版を読んだ時には腰が抜けてしまいましたと。はい。沖縄を日本から切り離したい人たちには、沖縄は常に犠牲者でなければいけないんです。日本軍によって苦しめられたかわいそうな人たちでないといけないんですよ。自決された方々もね、軍が命令出してなくても強制死といって軍と関連付けられる、そんな状況でございますが、命を落としてこうして沖縄を日本を守っていただいたご英霊に恥じないためにも、我々一人一人ができることでこの日本を守る、それをね実践していきたいと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、ちょっと長くなりましたが、1945年5月24日、はい、もうすぐあと、そうですね、30分すれば空挺隊員が読谷飛行場に突入した時間になりますね。皆さんぜひこの22時11分頃には74年前飛行場に突入してきた多くの日本の兵士たちがいたということにね、思いを馳せ、心の中で手を合わせていただきたいと思っております。ということで、本日の放送これにて終了させていただきます。皆様最後までありがとうございました。